胃袋胃袋ちゃん、おたるも異変ラスト。こんにちは、日本全部の市区町村通過中の原由香です。おたるも異変5本目はロイズタウン駅へ向かいます。なんとね、2022年3月12日開業、1年経ってません。さあピカピカの駅に行くぞということで、窓見てるとね、コンテナがいっぱいあったんですよ。すごい、私はコンテナ萌えなのでね、めっちゃ嬉しかったです。もうね、これすごい長いんですよ。しかもめっちゃ量多い。地図で見るとね、この辺なんですけど、ここ全部にねコンテナがあると思わないじゃないですか。いや、すごい量ですよ。めっちゃすごい。 JR 貨物札幌貨物ターミナル駅だそうです。すごいよね、この量。さあ次は札幌です。丸が半分になった机が可愛い。この椅子がね、高級感あるし、ドアもやっぱなんかこう新幹線ほどじゃないけど、普通の電車よりお金かかってるなー感がありますね。で、まあこのね、一段高くなってるのもきっと雪国仕様っていうことなんでしょうね。で、ゴミ箱もちゃんとあるしね、新幹線みたい。はい、深川から札幌まで66分乗車しました。乗り換えます。はい、ここからね、あの当別町に行くやつを探します。このお蕎麦屋さんとかもちゃんと北海道産の売りにしてていいっすね。はい、この北海道医療大学行きってやつに乗ります。ついついね、特急の方に目が行っちゃって間違えたかと思いました。はい、電車が来ました。この電車に乗ります。足元も綺麗ですね。ここの方もできたばっかなのかな。電車の中もめっちゃ綺麗だった。さあ今ね 50.6% です。当別町に行くことによって 50.7 になるかなっていうとこですね、この大きさだと。はい、これがですね、車窓からの景色です。街ですね、しのろ。こんな感じの車内でした。北区から、東別町に入るんですけど、石狩川の、ね、真ん中辺で変わるんですよね。はい、東別町に入りました。プラス 0.1%、 50.7 です。よかったよかった。こちらが出来たてほやほやのロイズタウン駅です。開業して8ヶ月経ってない頃の様子です。間もなくロイズタウンですよ。なんか車内の照明が一つ大きなのは節電なんですかね。さあロイズタウン駅に足を踏み入れました。いや、看板もね、新しいですね。で、このガラス張りなのがすごいですね。こういう駅あんまなくないですか、めっちゃガラスだらけで、この自動ドアがあるからさ、なんかお店みたいで、この改札こんな感じで IC 専用なんですね。なので私乗り放題パスなので、こっちから出ます。ずっとまっすぐ行った先もさ、ちゃんと外が見えてるのがすごいですね。で、シャトルバスが出てます。徒歩でね、700メートルだから、歩けないことはないんですけど、ちょっと時間的にね、乗るか乗らないかすごい悩む感じでした。はい、これね、まだ完成してないんですよ。また完成したところをね、見に行きたいですね。まあ、もちろんね、ロイズタウン駅だけじゃなくて、ロイズのお店でお買い物もしたいんですけど。はい、シャトルバス乗り場こっちなんですね。でも両側工事してるからどうなるんですかね、めっちゃ綺麗なのかな。はい、徒歩7分をやはり私は諦め、シャトルバスに乗ることにしました。ここね、降車場、あ、乗降場だから、あれですね、乗ったり降りたりするのここだよってことですね。さあ乗り込んでみましょう。綺麗なバス。つうか誰もいないですね。この後ね、あのもう一人乗ってきましたけど、はい、こんな感じで1時間2本出てるんでね、意外と使いやすいと思いますよ。で、道はね、すごくわかりやすいんですけど、そのまっすぐ行くっていうのがさ、多分350メートルぐらいまっすぐ行くから、
結構ね遠いんですよね。車がたくさん止まっています。あ、中混んでんのかなってちょっとこの時不安に思ったんですけど、建物大きいけど工場も兼ねてるからね。はい、バスから降ります。はい、ここがシャトルバス乗り場です。でかい。そしてなんかね、育ててる、なんだろう、ちょっとの冬だからね、11月だから何育ててるか分かんなかった。はい、ドイツの会社と私、めっちゃ広い。いやもうこれ本当に観光のバスとかでめっちゃたくさんの人が来るのを想定してるような気がするんですよね。なんか外で並べるみたいな。あと何、修学旅行とか社会見学とかね、これからありそうな、そんな感じします。でここフォトスポットですかね。うん、なんかおしゃれ。外にも座る場所があるのでね、暖かい時はいいですね。カカオチョコレートタウン。さあ早速中に入ってみましょう。めっちゃ綺麗だな、ほんと。朝の9時から18時までですね。はい、このねソフトクリームがすんごい美味しかったんですよ。なのでここに行かれたらね、ぜひ食べていただきたい。もうこのミルク感、チョコじゃないんですけどね、いや本当に美味しかったんですよ。これはまた食べたいですね。さすがジャージーミルクのソフトクリーム450円。あと限定商品がめっちゃたくさんあるんですよ。もうなんか限定品のカンカンが可愛くて、この駅の形をしたカンカンのやつを私は買いました。でこの模型もあったんですけど、これクオリティが高い分お値段も凄まじい6930円です。この日はね11月3日なのでまだやってなかったんですけど、もう今はねチョコレート作ったりとか、なんか見学したりとか、なんかチョコレートについて学べるところがオープンしてるそうです。これもまた見に行きたいですね。カカオチョコをね型抜きしてるところを見学することはできました。こんな感じでね、何台もロボットがチョコを運んでます。この後ね、私は中のパン屋さんで死ぬほどパンとねチョコレートを買って、なんと1万円ぐらい使いました。こんなに使うと思いませんでした。はい、満足したので、駅に戻ります。このね遠くに見えているのが駅です。工事してるから分かりづらいけど、サラは絶対また来る、絶対また来るからね。いやなんかお花とか咲いてる時ね綺麗だと思いますよ。ここいいな。はい、また来る楽しみができました。さあ帰るよ。そんなに名残惜しいならもうちょっと言えばよかったのにって思うかもしれないんですけどね、もうこれ以上お金使うわけにもいかないしね。買いすぎたんですよ本当に。もうパンがさ美味しそうすぎて。はい、歩いて駅に近づいていきます。もうこれがね精一杯だった。もう完全に工事中の駅みたいに見えちゃいますけど、これ以上離れられないですよね。はい、このね16時13分に乗って札幌に帰ります。こうやって向かうんですね。うん、 IC 使えますよね。 IC か切符どっちかで行けます。ただしねこのフリーパスだからね、吸い込まれたら困るので、私はそこは通らずにここに来ました。やん、大自然すごい。めっちゃ見渡す限り芝生なの、なんだろう、わかんないけどすごいですね。ロイズタウンの駅名看板、このねチョコレートも売ってました。買いました。こっちもねちゃんと取らなきゃと思って取りました。はい、電車が来ました。これに乗って帰ります。いやー本当にねいいところですよロイズタウン。うん、すごく気に入りました。いやこの駅ねなんかね
2年ぐらいで完成してるんですよ。なんか2020年にあの要望を出して2021年にもうなんていうんですか工事始めてて2022年にはもう開業してるってめちゃくちゃ早いなと思って、駅ってそんなすぐできるんですね。いや本当にロイズすごいなと思って珍しくいろいろ調べちゃいました。もうねこの後ねしばらくはロイズのチョコとパンをめっちゃ食べる生活を送ってましたね。新千歳空港でずっと気になってたカニだし味噌ラーメンを食べました。もうねカニの爪が入ってるんですよ2本も。素晴らしい。もうこれはね食べるしかないと思いました。美味しかった。でカニもね売ってました、生きてるやつが。あとホタテもめっちゃねこんな感じでいたし。さあ飛行機に乗って帰ります。ここから帰るときいつもこれ買ってるイメージある。なんかね最後の最後に北海道のもの買えるのってこれなんですよね。なんか買っとかなきゃ損な気がしちゃっていつも買っちゃう。はい、このね0番っていうとこから飛行機に乗ります。2022年は本当にピーチいっぱい乗りましたね。はい、今回はここまで。はい、小樽萌泉の成果は 0.5%、 現在の達成率は 50.7% なんですけども、いや意外とね数字伸びませんでした。あの被ってるとこが多いんだよね。で飛行機降りた後見たらビラ町と苫小牧が色変わってまして、でなんか 51.5 ってなってたんですよ。でもこの2つでそんなに面積ないじゃないですか。でよく見てみたらですね、あの宮城県と福島県の一部も色が変わっておりまして、飛行機の成果が 0.8%、 そして現在の達成率は 51.5 まで伸びました。なんかねちょっとね下せぬって感じなんですけども、飛行機って本当に早いんだなって思いました。はい、今回もご視聴いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。チョコが食べたいチョコが食べたいって歌ってますけど、本当にロイズでねあんな1枚も使うと思いませんでしたね。もうパンもグッズもあとチョコレートももう最高なんで、もう行く隙があったらもう欠かさず行きたいぐらい気に入りました。というわけでまた来週ストマックパトロール原由香でした。バイバーイ。